ウォルサムフォレストロンドン自治区は、イングランドのロンドン北東部に位置するロンドン自治区で、アウターロンドンの一角をなす。1963年ロンドン政府法により、設置された、5。近年は、宅地開発が進む一方で、東部のエッピングの森と西部を流れるリーガとの間には、森林、貯水池、オープンスペース、公園、運動場などが整備されている。 よくグレーターロンドンの外角に位置するエッピング、ホレスト地区と混同される。この地では、石器時代の史跡が多数発見されており、点在するローマの遺跡は王子この地が重要な拠点だったことを物語る。特別区自体は1963年に制定されたロンドン行政法に基づき、1965年に、チングフォード、レートン、ウォルサムス島の 各自治都市が合併し誕生した。区名は、エッピングの森の別名、ウォルサムの森にちなむ。1878年には、エッピングの森法が制定されたが、その後も三自治都市周辺で開発が進んだ。現在では、シティオブロンドンとエッピングの森の間に位置する区の大部分が開発され、都市部になっている。人口は、北部のチングフォード。 行政機関や議会が置かれる中部のウォルサムス島南部のレートンとレートンストーンに集中している。イングランドで5番目。ロンドンでは、ニューアムとタワーハムレッツの各区に次ぐ3番目のムスリム人口を有する。長年国内のチャートに入るイースト17やブレイジンスクワットの拠点でグライム音楽の発祥地でもある。この特別区出身のグライムアーティストには、モアファイアクルー。 リザルビスル、ニーコ、ジャマー、オジービーなどがいる。ウィリアム・モリスのアートクラフト運動も盛んで、今でも多くの現代アーティストや芸術団体が支援を受けている。主な支援団体としては、ルロイド・パークのチェンジングルーム・ギャラリーを拠点とする、北東ロンドン独立アーティストがいる。毎年 E17 アートトレールという大規模イベントが開かれ、オープンスタジオや、 展示会などが開かれる。スティッキズム芸術運動の始祖であるイーモン・エヴァラールは長年この地で暮らし、スタジオを一軒所有している。2005年に今年のウェールズ人アーティストに選出されたサリー・ムーアもここの住人である。ルロイド・パークのウォルサム・フォレスト・シアターは資金難のため近々取り壊される予定で、存続を求める住民運動が行われている。かつては、 パスカル・プティ、ジャクリーヌ・ギャビタ、メリル・パフなどの詩人が暮らしたほか、アイスリング・フェイヒー、ロブ・オトン、デーブ・ブライアンと、ジョエル・タイラー、デイビッド・フロイド、エマ、ハモンドといった詩人もゆかりがある。ウォルサム・フォレスト区は2012年のロンドンオリンピックで会場となる予定の6つの区のうちの一つで、レイトンのイートン・マナーはオリンピック公園の北部になる。既存のスイミングプールのうち、 競泳が3カ所、シンクロが1カ所、水球が1カ所オリンピック用のトレーニングプールになる予定。パラリンピックではイートンマナーが1万500人を収容できる車椅子テニス会場になる。A12 号線に沿ってロンドン地下鉄のセントラル線が区の南部を通っており、レートン駅とレートンストーン駅が置かれている。区の中心部にはビクトリア線が通り、 ウォルサムストーセントラル駅とブラックホース、ロード駅の二駅がある。ロンドンオーバーグラウンドのゴスペルオークとバーキング線も通り、ウォルサムストークイーンズロード、ブラックホースロード、レートンミッドランドロード、レートンストーンハイロードの4駅がある。イギリス国鉄東アングリア社のリーバレー線も区内の、ジェームズストリート、ウォルサムストーセントラル、ウッドストリート、ヒッカムズパーク、 ジングフォードの各駅に停車する。役所の隣に治安判事裁判所があるが、公費削減のため近々廃止される。ジングフォード、レートン、レートンストーン、ウォルサムストーとウォルサムストー中心街の5カ所に警察署があるほか、あちこちにパトロールセンターが置かれている。通りの警備強化も図られている。デイビッド・ベッカム・ウォルサムフォレストは、 イギリスのアートクラフツ運動の主導者である、ウィリアム・モリスの生誕の地である。アートクラフツ以外でも、モリスは壁紙や織物のデザイナー、詩人、フィクション作家、社会主義者でもあった。その他、この地に、ゆかりのある人物や団体には元、サッカーイングランド代表キャプテンのデイビッド・ベッカム、テレビドラマ、この私、クラウディウスで知られるデレク・ジャコビ、元、 クリケットイングランド代表キャプテンのグラハム・グーチ、映画監督、プロデューサーのアルフレッド・ヒッチコック、ヘビーメタルバンド、アイアン・メイデン、女優のリタ・シモンズなどがいる。T.S. エリオット史文学賞を2度受賞した詩人のパスカル・プティモ・ウォルサムストで暮らした。姉妹都市築成以来の友好都市。ありがとうございます。